ニセルでこんなに飛ぶのか。アトム RC、ドードー D120、サクッとレビュー。ちょっと残念な段ボール箱に入ってました。ドローンは中身で勝負なんですよきっと。なるほど、そういうことにしておきましょう。パカーン、ピロン。おっと出ました、ジェームファンプロペラ。信者ですもんね。予備キャノピーやバッテリーストラップなどが入っています。ドードー D120 本体。レシーバーが別途必要になります。ざっとスペック流しておきますか。より詳しいスペックの内容については概要欄にリンクを貼ってますので、そちらで確認いただけたらと思います。上位バージョンである D120 Pro との違いはモーターのみ。サンセル運用を考えている方は D120 Pro をお選びください。 FC に備わっているポートが USB-C なのに時代の流れを感じます。そういえばこの堂々 D120 ってプラグ&プレイでしたね。ハンダ付け作業をなくし、組み立てるだけの構成を目指していたそうですが、レシーバーはベッドなので、レシーバー取り付けにはハンダ作業が必須です。元の僕らに、いやなんでもないです。レシーバーと FC をつなぐプラグ付きケーブルが付属していますので、それさえしてしまえば BNF となります。日本に根強い SFHSS ユーザーの人にはうってつけ、といったところでしょうか。ハンダ作業をミスって FC 開いてしまうというリスクが低減されるだけでも、恩恵は絶大だと思いますよ。といってもモーターなどは FC 基板にハンダ付けですから、メンテナンスや修理では避けられないのでしょうけど。ダイアグラムによりますと、今回のパッケージ以外にもブザーや LED バーも取り付けられるみたいですね。なかなかかっこいい一枚表示ですね。頑丈そうなところも実にいい感じです。カメラ角度も変更できるので、飛びのスタイルに合わせて角度を決められます。レシーバーは XM プラスを使いたかったのですが、手持ち切らしちゃって、転がってたレシーバーを使うのはなんとなく申し訳ない気持ち。それでも背腹は変えられませんからね。ちゃちゃっとケーブルをハンダ付けして準備 OK。 付属していたこれ、最初何かがわからなかったのですが、後から気づきました。アンテナガイドだったんですね。ベータフライトコンフィグレーター、ファームウェアのバージョンは 4.1.5 でした。ポート、基本設定、電源、バッテリー、フェイルセーフ、PID チューニング、受信機、バッテリーをつないで送信機を起動してみます。つながったら各スティックやスイッチが正常に動作しているか確認します。モード、各スイッチによってアームや飛行モードなど何を設定するかの割り当てを決めていきます。調整、モーター、
OSD 設定、位置や表示させるものをお好みで設定してください。VTX 設定、センサー、テザーロギング、ブラックボックス、CLI コマンドライン、いつものようにダンプを取って保存します。これで設定は概ね完了です。振り返ってみて PID のレート値が400デグリーとほんのりぬるめなので、飛ばしてみてそれが辛抱たまらなくなったらもっときつめに変更したいと思いました。フライトテスト、朝からの大雨が嘘みたいに晴れ上がった昼下がり、大慌てで飛行ポイントまでやってきたのですが、バッテリーは調子悪いまま。使用バッテリーはベータ FPV のニセル 350mAh リポバッテリーです。結構使い込んでいますし、保存も悪かったのでもうへたり気味なんでしょうね。突然墜落しても良いよう、あまり変なところまで飛ばしに行かないようにします。RSSI の設定をミスっているみたいで、電波の具合がわからないですね。数回回しただけですが、予想通りぬるい飛びです。これはこれで楽しいと思いますが、私的にはもうちょっときつくても良い感じ。後でレート調整いじってみようと思います。へたったバッテリーでも、よくも、まあここまで飛ばせるもんだと感心してしまいます。リカバリーもかなりできていますが、上昇をかける時のパンチ力はもうちょっとあってほしかった。メーカーファイヤーでのおすすめバッテリーは、タッツー 7.4V 450mAh 95C ニセル HV リポバッテリーとありましたね。今使っているのは HV じゃないですし、95C であれば、フィーリングももっと変わってくるでしょう。そうですね。このところニセルなトゥースピックや 75mm ループがマイブームですし、持ってるバッテリーもどんどんへたってきていますし、これを機会にニセルバッテリーも HV にしてしまうのもありかもしれません。軽さを感じられるというか、滞空時間も長いので結構適当に分回して遊んでいられて楽しいです。あらあら、調子に乗って枝に接触。さほど激しく激突した感じじゃなかったと思います。タートルモード使いますか？あれ、飛び上がりませんでしたね。もしやフレームが折れてたりとか。いやー、焦りました。プロペラが1枚曲がっていただけでした。あんまりこれで無茶して回転させていたら、ESC かモーターを焼いてしまっていたかもしれません。バッテリーももう限界でしょう。無事に飛ぶことが確認できましたし、一旦着陸させましょうね。まともなバッテリーが一つもなくなってしまったので、飛行時間の目安も割り出せませんが、多分メーカーファイヤーおすすめのバッテリーであれば、かなり長く飛んでくれるタイプだと思います。2パック目いっときますか。視聴されている方は、もう胸の飛びっぷりはお分かりいただけたかと思いますので、ここからはダイジェストで。ボツったフライト映像も織り交ぜてご覧ください。
堂々 D120 は、ニセルでここまで楽しめるんだという、トゥスピックの可能性を教えてくれます。メンテナンスもしやすいレイアウトになっていますし、パーツ類も汎用性があるので、これをベースとして、いろいろなカスタマイズも楽しめそうです。とびっくりには十分満足できるのですが、上位バージョンとして D120 Pro や、3インチモデルである D135、D135 Pro の存在があるので、そちらはもっと飛ばしやすいのだろうなと考えると、気になってしょうがなくなります。ですので、D120 は、Atom RC のラインナップの中で、最も安いものとして、まずおすすめで、飛びに余裕を持ちたければ Pro、飛行環境的に3インチもいけそうな境遇の方であれば、D135 を、さらに予算的に出せるのであれば、D135 Pro、私はおすすめしたいところです。なんだよ結局全部おすすめかよ。ご視聴ありがとうございました。